ゃあ今日も頑張りましょうね。一緒に隣のメグさんも一緒に頑張りましょうね。次の日、イミヨの食料品店。いやあ、接続形式だよー。今回も次の日、新作やっていくぜー。半年ぐらいに一作出ております。半年に一作っていうあたりがね、ちょうどいいぐらいの塩梅なのかもしれません。次の日、前回から、あ、そういえばそろそろ次の日の時期かみたいなことを考えながらやっております。そんなこと考えてないか。今回はスーパーマーケット、毎度に次の日ってね、日常でよく見かける風景が舞台になっておりますけど、今回はスーパーマーケットですって。このさ、イミヨの食料品店っていうね、当て字っていうか漢字をね、ちょっとホラーゲームより持っていくところとか、そういうセンスが次の日らしいなと思います。あとさりげなく袋有料化っていうね、時事ネタもぶっこんできて、ほんま日常っていう感じの、テーマは日常ですからね、次の日。さあ今回はどんなやべえ日常が見えていくのか、日常がどうやって非日常になっていくのか、楽しんでいきましょう。次の日、新作やっていきます。毎度毎度画質がどんどん良くなっている。不穏な手がもう伸びてきている。閉店後のスーパーでは、イミヨに飲まれぬように速やかに退店してください。そんなスーパー俺の近所にはありません。結構さ、動画ないよな、このオープニングの入り方とか。履歴書、学生かな、17歳高校生か、木立由美さんが主人公かな。こんな感じで結構中学時代は剣道部一本でしたかみたいな、これ細かく見ていたらちょっと面白いところあるかもしれない。で、私は明るくハキハキした性格です。めっちゃ自己アピールしている。そういうもんか履歴書っていうのは。なんかここだけ細かく見ていてもいろいろさ気になってくるな。次へ、あ、目黒あすなさん、あ、これ店長か、採用通知書を作っとる。あ、ここに説明、操作説明とか書かれとんじゃん、これ。あ、こういう感じね、なんかゲームの世界観に合わせてね、操作とか教えてくれるあたり、ちょっと面白いところがありますな。始めましょう。待って、もう一人の方のさ履歴書が見てなかったな。もうちょい見とけばよかったな。見ていい？はい、戻った。こっちの人やな、15歳。あ、こっちも学生なんじゃ。目黒あすなさんかな、目黒あすなさん。私はアイドルを目指していて、一人暮らしをするためにお金を貯めたいと思い、アルバイトをしたいと考えました。そうなのか。私は可愛いものが大好きで、チャームポイントはそれアイドルのオーディション受けるときのさやつだろうが、アイドルのオーディション受けるときのさ自己紹介ちゃうんか、お前。趣味は六法全書読んでいます、不思議ちゃん。うん、アイドルとしてちょっと受け狙いにいっとる感じないんか、お前それ。モデルの仕事とかあるんじゃ。もしモデルの仕事が入ったらお休みさせてほしいです。それ入ってから言ってくださいって。まあそんな感じのね、自称アイドルね。自称アイドルの子をね、採用。まあ将来のために頑張ることはいいこっちゃ。そういうことで。だとじっくり見させてくれる。まあ始めましょう。この二人がさ、非日常に巻き込まれるってことでいいですね。美味しいビスケットって、後ろの顔絶対美味しそうじゃないよ、お前。薬入っとんじゃないか。薬入っとんじゃないか、お前。怖がるって。デザイン変えようって。もしこの会社、このビスケット作りよる会社、業績不振なら、このデザインが悪いせいやけんな、お前。さあ、キイダチさんが主人公。キイダチさんを操作して進む。マダムが通る。次の日くんタイムサービス。
宣伝をしている。赤子を乗せたカートも押している夫人が姿、何を見てるんだろうこれすっごいさ、うーんってうなっとるような顔してる何見てんだろうな。容器的にちょっと海苔かな、味付け海苔かなまあよく見かけるようなスーパーの風景。あ、鏡で、ここ何かあるねこれ。桐谷先輩、あー、アイドル、自称アイドルの子。メグ、お疲れ様。今日はお店の人数足りてるから私たちは上がってほしいって店長が言ってましたよ。ほんと？それじゃあ帰ろう。はーい。ぶりっこしてるな、なんかこの間の子ぶりっこしてるんだね、腕組んでる。何この距離感某知事が言い見たらさ、密です密ですって指さしてくるぞお前。ちょっとメグ怒られるよ。えへへ、心配しすぎですよ。アイドルってみんなこんな感じなの？お客さんに見られたらどうするの？私は構いませんよ。おい、ショーレン。未来のアイドル。今のうちからこんなことしようったらさ、勘違いされれば事務所の人間に言われるぞ、お前。なんだ？誰これ？あ、店長、お疲れ様です。店長か。お疲れ様でーす。キイタジさん、また万引きが増えてるので、不審なお客さんがいたら教えてください。はい、わかりました。目黒さん、勤務中はちゃんとしてください。はーい。それじゃあ今日は帰っていいからね。わあ、絶対目黒、お前ちゃんとできないタイプの子だ偏見。さあ、行きましょう、先輩。女の子の先輩1個入って、こういうキャラの子おるんかな、リアルで。バックヤードに行くぜ。万引き多いんやな、ま、万引きどころかやべえやつ出てきますからね、このゲームは。万引き犯で済めばよかったんですけどね、って思うぐらい。なんだこれ、見たことどうやってお店に出ましょうの。万引きをぶつくれたら、おも、え？え？い、急い、え？い、なんか感情おかしいない？万字引きをぶつけたら急いで、なんか字が違う気がするんやけど。どうしたこの状況。メグ？今日もお疲れ様？ただの、ただ着替えるだけなのにさ。なんでこんな重々しい雰囲気なん？店長、万引きが増えてるって言ってたけど、本当かな？ね、先輩。何？私、見ちゃったんです。何を見たんだ、お前は。え、何を、何？店長の浮気現場。やべえもん見つけちまったな。これを脅しに給料上げてもらえるかもしれんな、5倍ぐらいに。なんで青鬼みたいな顔の色になってるんだ、お前は。その世代の人間か、15歳。おい、15歳。この前閉店後の店内で戸締まりチェックしてたら、確かに見たんです。何、浮気現場？鏡から青い手が出てきて、お店の商品を持っていったの。鋭い、ちょうど映ってるね、この青い手。もう僕だよ、ここだよみたいな感じで上げてるね。左手を上げてますね。左利きなんでしょうね。万引きが増えてるの、きっとあの手が原因なんですよ。見えるタイプの子なのかい君。アイドルとして見える子系アイドルとか目指せるかもしれないね。サンマ5点とか出たら、そういうのをトークにすれば起きるかもしれないね。出てきてやったまいましたね。ベチャって言う音聞こえましたね。いないですね、でも。いや、いやだな、メグは。そんなこと言って。冗談なんでしょ？信じませんよね、こんな話。なんだよ、近寄ってきて。
ああ、この女距離感バグってない。ただのバイトの先輩後輩しかも同性なのに距離感バグってねえ。まあでも今さ LGBTQ だったっけ、いろんな性の形っていうのが認められるような社会を目指そうみたいな話になってますからね。まあこれおかしいと言わない世界を目指したいですね。うんね、先輩一緒に帰ろう。でもさ、このバイトで出会った子なんじゃないかなって思ったらさ、やっぱ距離感バグってるな。メグ本当なの？先輩も先輩でよく受け入れてるぜ。次の日、もう次の日何か起こってもおかしくないようなテロップ出ておけどさ、ちょっと変わっとる程度やけん。2日目はちょっとタワー変わっとる程度なんよ。まあ、すでにさ、美味しいビスケットのこの顔はおかしいだろうって、絶対社内で、おかしいっていう人間をおるだろうに、それを突っ張れてまでこの絵を選ぶ意味ってなんだろう。絶対おるって、業績不振は絶対このイラストのせいやって。はあ、遅くなっちゃった、もう閉店か、帰ろう。遅い時間やな、時計にして9時42分とかぐらいの感じの針の向きしてる。後ろから何か来てるよ、後ろちらっと変な腕見えたよ。美味しいビスケットの絵も同じぐらい変やけんさ、ちょっとごまかされやすいけど変な腕通ったよ。なんかさ、折ったよな、腕通ったよな。今タイムマシンのあの黒い穴あるけど、そこからちょっと腕だけ出たみたいな感じの。おいおい、今度は顔見えたぞ、勝手に車動いてるぞ。誰だ動かしてるやつは。おい、角引くもが持っていかれちまったぞ。上に誰かいるぞ、誰かが物を落としたぞ。勘落ちたね。ああ、あんだけで終わるんか。気にならんのかな、こんな誰もおらんところで静かな状況でさ、カンのカランって音聞こえたらさ、もうちょっと気にすると思うよな。さあ鏡の前撮るぞ、キリタチ先輩出たな、距離感バグ女。メグお疲れ様。ある意味この子も怖いわ。この二人出会ってどれぐらいになるのか分からんけどさ、えらい距離感近い、この子は。暗くて怖いし、早く帰りましょうよ。え、うん、早く帰ろ。来た、定位置。定位置来ました。なんだろうな、どういう経緯があってこんな感じになってるのか分からんな。どうなんだろうな、アイドルとして事務所で活動していくうちに社長とかマネージャーとかでもこんな感じの態度を見せるんかな。男を丸め込む才能ありそうだな。何の音？私暗闇が怖いんです。怖いんです先輩。2回も言わんねえよ。もうちょっとだからね、メグ。隣でなんか浮いてる。なんかちょっとシュールに見えるんやけどな。つい下げられた腕みたいな感じで、なんかちょっとシュールに見える。怖いというよりは若干シュールに見えるんよ。なんかバックヤードに入るぞ。なんかさらっと血みたいなついてる。大丈夫かこのバックヤード、精肉でもやってるのかな。めっちゃ生えたかってる。今日だけえらい生ゴミの量多いなみたいな感じになってる。あ、紙パックとかある。怖い、こっから出して先輩。じゃあお前出ていけやって。万引き犯に注意の張り紙多すぎまへん、万引きされすぎちゃう。3枚もいらんだろ、全部写真の人物違うしさ、そこまで万引き犯に注意っていう換気いらんだろお前。早く休憩室へ行こう。ゴーゴー。なんだ
生ゴミ、生ゴミ溜め込みすぎないよ。めっちゃ生えたかってんのよ。もう今日の捨てる当番は誰やねんって、お前なんでこんなネズミ繁殖してんのお前。おー、髪の毛を後ろで縛ってるどころじゃの話じゃないぞお前。あ、そういえばなんだよ、ん、この写真のモデルメグに変えてもらうように店長に言っておいてからね。なぜだ。メグちゃんにそういう才能を、さすがモデルってことで可愛いんだろうか。そうなんですか。やだな、私ったら可愛いのは罪ね。だってモデルになりたいって言ってたでしょ。それなら私よりメグの方が適任じゃない。なんでそこ黙るんだお前、自信あるんだろ。てかネームプレートどこ行った、メグっていうネームプレート。お前あれ、ネームプレートなくなっとるな、メグっていうやつ。どうして。優しいよ、優しすぎるよ先輩。何ときめいてんだよお前、お前の頭の中なんかすごいメルヘンな世界広がってるなお前。さてはお前、私どうしたらときめくな。メグどうしたの。え、停電。あ、定位置戻った。あれ、さあ行こう先輩。え、このさ、腕まくれされ、腕しがみつかえとることに関しては何のノータッチやもんな。もう慣れたんかな、やりすぎて。されすぎて慣れたんかな。後ろ顔を追った、見たぞお前、鏡の中に覗いている顔をな。この人を探していますか。あ、店長、店長のやっぱ残ったんやな、さすがに。店長、戸締まりチェックが終わりました。あ、聞いたちさん、残業してもらって悪かったね。いえ、大丈夫です。ん、は、後ろちょっと待って、メグロさんを見かけたら店長で知らせてください。え、じゃあ俺の隣、え、じゃあ、キータシさんの隣の人誰やねん。あれ、メグ、え、メグロ、メグじゃ、え、あれ、ねえ、キータシさん。メグロさんなんだけど、今日どうして来なかったか聞いてない？おーい、ネームプレートがないなと思ってたら、すいませんかい。え、148センチだった、身長。どうでもいいけど、そういうところが俺め。てかさ、メグってさ、メグロを略してメグだったんじゃ。何お前、本名使わずにちょっとあだ名のネームプレート使っとんな、お前。仕事舐めてんのか。メグ？メグロさん、昨日から家に帰ってなかったみたいなんだ。今日、ご家族から捜索願いが出されたらしい。そんな、隣にいたのは誰？雰囲気全部なーに、これ。奥にいる人だーれ、もしかしてこの人が浮気相手？店長の。見えちゃった、わーい、わーい。この人が浮気相手ですって言ってる。浮気相手の前に別のところちょっと突っ込みたくなるけどね、この相手は。でもこのメグは、今ここに。おー、とんでもないファッションセンスを見せられた。目からビヨーンってネジが出てるようなファッション。どりゃ、どんなゴアなアイドルを目指してるんだお前は。え、あれ、私メグと。キータジさん、それ何持ってるの。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、わら人形だ。なにこれ、どうして私こんなものを。落とし物ならお店で預かっておくけど、やめて、いい、今すぐ捨てよ、今すぐ捨てよ。こんなもんこの店で置いとったら、この店自体が危ねえわ。はい、お願いします。
しか左腕さ、捕まえたところ青になってるからな。メグが失踪した。めっちゃ血だらけな感じで失踪した。さあ次の日、まだ次の日にはならないからな。まだ異変はちょっとずつ変わっていくよ。ああもういきなり変わっとるわ。何これなんて書いとくかわからんような、どこの国の言葉だみたいな感じの文字が出ている。はあ消えないな。あ落書き消しちゃうところじゃ。あ店長、今日も残業してもらって悪いね。落書き消えた。それが全然消えなくて、子供のいたずらかな。手が伸びてるよ。この落書き鏡の裏から書かれていませんか。あれ鏡の中からってことかい。裏から、つまりそれは中からってことかね。この手が犯人かな。えバカなこと言わないでよ。あれなんか人数多いな4人もおるよ。向こうの世界4人もおるぞ思ったよりさ引っ込まれてるな人数仕方ない、上から紙を貼って目隠しておいてよ。わかりました。どんな紙を貼るんだろう。あ普通の紙だったわはあ。突然のサプライズ症状、はい、隣。さあ、何か知らんけど、文字が並べられている。何かアピールしてる、アピールしてる、アピールしてる。あの文字、鏡の裏から書いてあるような感じだった。もう、なおで書かれてますからね。手助けてって、助けて。声に出して読むと、助けてって聞こえるんだよね。この人を探してみます。もう紙たくさん並べてあるな。まさに鏡の中に取り込まれていっきょんじゃ。あと人形。おお。朽ち果てた。出てきたぞ。こっちの世界出てきたぞ。気づけ。音でぐちゃぐちゃって音で。残業しすぎて疲れてるね。後ろ誰か来たね。吉村さんだってね。ネジが目から出てるファッション流行ってんのかね。え、せめてハロウィンだけにしてほしいんだけど。今12月、また停電。ライト来るぞ来るぞ。みんななんかいろいろと変わってるね。ブレーカーが落ちたの。ブレーカー落ちるだけで済んでないね。あの万引き起きすぎだね。万引き注意の紙どんだけ貼るんだろうかね。あとさすがに生ゴミは捨てような後ろから来た吉村さん。わ、吉村 ASMR、 吉村 ASMR 始まった。助けてって身元でささやかれる。そんなささやかれてさ気持ちいいとか心地いいみたいな感じに思う人がいるのか。なんとコアな ASMR でしょうか。ギャッ、当然キイタチさんはこの音声を受け入れられないタイプ。 ASMR が苦手とかそういうんじゃなくてね。あれムケオメグ、メグのネームプレートでないか。え、なんて、え、それメグの名札。いや人がおることちょっとえってなれお前。吉村さん、あれ吉村さんなんでみたいな感じにならんの。もしかしてメグが来てるんですか。あでも同じ同僚やけんさ、その同僚の人がなんか怪し指さしちゃうような感じになっとんかな。お前いやー無限悪い身代わり。あ、ありがとうございます。ありがたくないこと言ってるよ。身代わりって言ってるよ。全然ありがたくないよ吉村さん。あの人、外国の人だったのかな。いや、吉村ってあるやないか。吉村クリストファーみたいな名前なんかな。ハーフかなみたいな感じになってるやん。
でも名札に吉村ってそうだよね。なんかちらついてる。あ、店長！店長もそっちの世界に！すべて裏で糸を引いてるのは店長なのかもしれない。またそのネジ、目からネジビョーンのファッションセンス、お前。せめてハロウィンにしようぜ。ハロウィンだけにしようぜ、それやら。めっちゃたくさんの人数おるわ。目からビョーンの。なんなんだろう。結構なインフルエ、人気なインフルエンサーがやいよんかな、この目からビョーン、ネジビョーンっていう。出ないとこんなに流行ってることおかしいぞ、お前。誰だ、こんな目からネジビョーンのファッション広めたやつ。チャンネル登録者1000人とか、1000万人とか言っとんかな、1000万人とか言っとんかな。そこまではしてないだろ。目からネジ病音で、目から赤い血出して、そして壁カリカリでやるような、それが流行っている、そんな視界感はありません。メグ、そこにいるの。あ、後ろからなんか来るか。あ、開けるよ。なんだ、なんか神の力が発動した。なんか神の力が発動している、後ろで。え、なんか扉が開いたけど、中には入ったけど。あ、いなくなってる。てか普通の光景になってるな。あれ、守ってくれたな、なんか今のが、今の光が。よかった。なんか良くない光が出てますね、でも。あ、目黒、あ、目黒で、目黒のところ。セヌピエー、元の、なんて言うでこうなったかもわからんようなこと言わんといてくれ。解読班、解読班教えてくれ。え？まだ何かありますね、これは。やべえものが。あ、ポスター落ちちゃった。鏡の向こうに何かいる。ポスター落ちちゃった。あー！引き込んでいくー。メグのロッカーに何かある。ロッカーの中？メグ？そこにいるの？嫌だな。なんかホラーゲームで敵に見つからないように隠れてるみたいなポジションでないか、そのお前。僕は、私はお化けじゃないよ。なんだこれ。何でかよ、これ。身代わり。え？鏡からチラリ。これ、どうしてここに？身代わり？これ、さっき吉村さんが言っていた言葉？お前、非身代わり。お前が身代わり？身代わり。これ、メグが私に渡そうとしてるの？でも、メグはどうしてこない、どうしていないの？スワムのプライ、ダイナミックハグだ。お前、アイドル志望だからってそこまで演技力高なくてもええと思うぞ、お前。将来的に俳優目指してんのかな？ホラー映画の主演目指せるかな？なんだ？テスギヌオウェー。なんだろう？解読班。なんかポップな BGM 流れ始めてる。なんかクリスマスフェアみたいに始まったかな、これ。メグはこのスーパーのどっかにいる気がする。昨日のパートさんにもう一度聞きたいけど、何聞いても今は働いてないって。あ、吉村さんじゃ。これが吉村さん、38歳。昨日の人、確かにここの人だった。ああ、吉村の ASMR。 名札にあった吉村って、
行方不明になった吉村麻衣さんなの？おお、チラリズム、チラリズム、いらないチラリズム。どうしてこの人がメグの名札を持っていたの？何なんだろう、吉村さん。スーパーの店員辞めて VTuber でもなったんかな。 ASMR みたいな音声作品を作りまくりよる VTuber さん的なやつ。身元で助けてってささやかでもさ、人気出えへんと思うよ俺は。どうなんみんな、 ASMR よく聞く人、耳元でさ推しの女の子が助けてって叫んだらさ興奮する？癒されるまあ癒されるかもしれんな。推しだったら何言われてもさ癒されるかもしれんな。それが推しってもんかもしれんけどな。みんなどう思う？え？さあブラックな世界にキャー！また停電？ライト！あらまあ！大変ブレーカーが落ちたの？もうブレーカーが落ちるだけではすみませんね。この店全体が闇落ちしちゃいましたからね。ブレーカーが落ちるんじゃなくて闇に落ちました。ちょっと店員さんどうなってんのよこれ。確認してきますのでお待ちください。お客さんが消えた。お客さんが一人、お客さんが二人、お客さんが3人、お客さんが4人、消えていく。おい、取り込まれた人が向こう側におる。逆なんだよ、ここはよ。おっと。一列に並んで、ジェイソンみたいな顔のやつもおる。ゴミはさすがに捨てろ溜め込むな。なんだ？何やったっけ？移民用やな。スタート画面っていうかタイトルにもある。あ！何を見た？あ！メグか？メグ！わあ、なんか光を当ててたら頭がカクンカクンなるおもちゃみたいなカクンカクンの仕方してる首。メグ探してたんだよ。まあいつも通り定時に寄ろうとするなお前。はい合体うん、お化けになっても定時は好きらしいですね。え、メグ休憩室に行くの？いざなってますね。休憩室に何かあるボタンですね。芋はどこにいたの？捜索願いも出されてたんだよ。何この穴、何この穴、めーねめぐなんで笑ってるの？あー、いなくなった人多すぎる。めっちゃいなくなっとる。あ、店長！気出しそう！で、店長、お水が停電して。それどころじゃないんだよそうだね、あなたの顔が何よりそれどころじゃない感じですね。この場所に行っちゃいけない。あ、正気がある。この人は正気ちょっと残っとる。え、でもメグが。メグ、メグロさん。まさか、あの子がここに呼び寄せたのか。で、店長、メグはここに。うわぁ、出してくれー。なんなの。メグ、なんだ、メグ、もしかして浮気したことをバラしてそれで逮捕されたんか、あの人。浮気がバレてさ、慰謝料請求とかはあるけど逮捕はないだろ。お店の電気つけに行かなくちゃ。ああ、やべえ状況になってきている。
おお、なんだ。壁カリカリ女が、なんか覗いている。なんだこれ。はい、チーズみたいな感じにしようかな。これアトラクションとか、なんかテーマパークとかにさ、顔だけ出して写真撮るところあるけど、そんな感じのやつやりようかな。はい、チーズみたいな感じで、向こうで誰か撮りようかな、写真。これ。ハエが出張。ハエ出張。お、メグ、ここに来て何か、行動を始めました。え？待って！ここに来て置いてきぼり。おいおいおい。一緒にゴールしようって言いながら、ゴール前でいきなり裏切るパターンの女の子みたいな感じになる。別にマラソン大会しようわけではないんだけど。さあ、何が見えてくるのでしょうか。この先。お？わ、なんか入り口みたいな感じ、向こうの世界への入り口みたいな感じになってる。これスワーヌパイ。メグどうしたの。この人形メグが私に渡そうとしていたんでしょ。私メグともっと話がしたいの。え、聞いてしさんも割とさ好意向けられて嬉しかったパターン、相思相愛だったんだね。ここを開けるよ。あれ入れ替わった。身代わりってそういう意味か、もしかして。あれ、一人出ていくんだったら一人連れ込まなければならないみたいなシステムあるんか。先輩、言葉が戻った。そうやって先輩を犠牲にして後輩が元に戻った感じになってるんか。メグ、メグどこにいるの？誰？私もメグよ、みたいな感じかな。あ、あなたもメグでしたか。でもあなたじゃないんですよね。私が探してるメグはあなたじゃないんですよね、みたいな。まあ、確かにメグって名前の人たくさんいるかもしれませんが、って。さあ、先輩がこの世界に入ってしまった。あー、先輩か。とうとう先輩もそのファッションを。早くここから出ないと。この世界に入り込んだらこの目にネジを突き刺すファッションセンスを受け入れないといけない。ひぃ、なんで光が怖い。早く出る方法を見つけなきゃ。救いなんかあるのか。この世界にスキーなんかあるのか。あ、なこれ、意味用の言葉には法則性がある。ひらがなわたはめあいうえを組み合わせて原稿しているかようだ。助けて、手助けてみたいな感じなんだよ。店長偉い、こういうわざわざこんなこと書いてくれるんじゃ。店長わざわざこんなこと書いて、この後来た人のためにしてくれるんじゃ。お前もうそこまで店長優しい人め、だから店長なんですねって。店長、店長、キリタチさん、そこにいるの。わあ、その目にネジ突き刺すファッションやりすぎたらこうなっちゃいます。店長、両目を、私も片目を潰されました。傷が痛い。
だい。え、医薬品売り場から何か持ってきます。待っててください。医薬品とかでどうにかなるレベルじゃないだろお前。ガーゼを当てますとかいうレベルじゃないだろしょそれ。うわあ、なに国閉じそう。一人にしないで連れて行ってくれ。しっかり捕まっていてください。ああ、見る人が見たらちょっとセクハラチックに見えてしまう。このポーズ閉じ込められたか。スーパーとに出るのに出口がないんだ。どこにも。まだ生きていた人たちはネズミや生ゴミを食べていた。ここに来たからといってすぐに死んだり化け物になったりとかするわけじゃないんじゃ。そして死んだら確かに食われてる。死んだら先輩、こいつ証拠にもなく。今メグの声が。メグロさん、きっと彼女が僕らを呼び寄せてたんだ。さ、探さなきゃ。写真まで目つぶされて。うわー、ぬみぬもーむやんてんはいむやー。やばい、こっち側の世界の言葉になってきよる。ぬいむやふやビギャフォーディナー。平行的世界ない。で、店長。店長やばい、染まってきてる。あー、リタイアする。店長がこぎゃー、言葉がおかしい。店長、しっかり。君たちさん、向こうに明るい世界が見えるんだ。何それ。みんなが働きやすい店にしてみんながハッピーになった世界かな。もう闇しか見えないのに見えるんだ。何があるかわからないが君だけでも言ってくれ。明るい世界、これがオルガが目指した世界なんだね。鉄火団団長、オルガいつか。店長、ここで待っていてください。ここじゃないどっか、親たちの本当の居場所に。タッ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 、希望の花掴んだ絆を、ほほほほほ。なんだこれ。現世、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 こっから帰れる。開くのかこれ。開いたー、脱出じゃー。あ、鏡、現世の扉だったのこれ。なんだ？あ、あ？あ、進めるわ。誰かを嘆きの声が聞こえてくる。誰？バンジージャンプ失敗してる。命綱をちゃんと結びつけないといけないでしょ、吉村さん。吉村舞さん、吉村さんがついてきた。吉村が仲間になった。ごめん、ひむぎゃ悪い。みぎゃ悪い、身代わり。もうみんながみんな身代わりを誰かへ、誰かを身代わりにして自分を助かりたいみたいな感じで考えとんだもん。身代わり、私が誰の？メグの身代わり。やっぱ入れ替わりやったもんな。
入れ替わって現世に戻ってきたもんな。吉村さん、せっかくなつもりだと吉村さんが、そんな ASMR をやっていた吉村さん、あのことは忘れない。助けて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 、キリタチ先輩、助けて。ごめんなさい先輩、ごめんなさい。メグはどうなった？結局メグ現世に戻ってた。さあ行きましょう先輩。連れ込みよった。メグが私を見返りなんてそんなはずない。バックヤードに連れて行っておっても割と身代わりするためみたいなところあったんか。そんなはず、メグが私を、なんだ？何かがおる？行き止まり？現世の入り口がない。現世って鏡にしか映ってないじゃない。こんな気がさせられて不衛生な場所で生きられるわけない。意味よに抜けてて、もう永遠の闇。えっ、俺たちは家族じゃ。わー、闇の中でゲセの野良へ。闇のゲーム始まる。闇のゲームの罰ゲームが始まる。やめてやめて。うわファッションセンスを突き詰めすぎなんじゃ。先輩助けて。お前脱出できたんちゃうんか。出て行った後どうなったお前。生ゴミがありすぎだ。そしてたくさんの人間がここでミイラとなって死んでいくのでした。あ、スタッフロールじゃ。今回分岐なかったやな。ここ最近の次の日って分岐があってさ、いろんな展開見えたんやけど、今回はもう救いようがないようなバッドエンド。どうだったんだろうな。もうさ、先輩とかいろんな従業員の人はもう死んだってことで考えたらええんだろうけど、あーでもさ、メグもこれ死んどるよな、この状態で出て行ってもなって感じで、誰も救いのない、完全に救いのないエンドが今回はやってきました。確か前回の次の日がさ、分岐によってはさ、逃れられたかちょっとうまく抱えてないみたいな感じだったけんさ、ワンチャン生存エンド的な感じで終わったけんな。今回は逆にもう救いようがない、もう全滅エンドみたいな感じになってます。そんな感じやな。演出がエグかった。救いようがなかった。
アイムシアン。いや、誰これ誰これ。ああ、目が開いちゃったね。目が合うね。私の声は聞こえてますか？え、ウスフィズですとき、ゲガーの目の前に来て。やだ、行かない。え、セーブする必要ある？なんでドーンでセーブしたんだろう。え、なんだこれ、なんでセーブしたんだろう。よ、タイトル分かりにくくなっちゃった。